ノースウッズ作戦が記されたメモ。ノースウッズ作戦は1962年にキューバのカストロ政権を転覆させるためアメリカが秘密裏に計画した偽装工作の名称である。当時アメリカが行っていた反カストロ工作の一環として計画された。テロリストに見せかけた攻撃をアメリカ国内で起こすことによってアメリカ国民の対キューバ感情を悪化させ、 内外の世論をキューバ攻撃の容認へと向かわせることを目的としていたが実際には実行されなかった。この計画を記した文書はそれまで機密扱いであったが1997年ケネディ大統領暗殺事件に関する記録を調査する委員会によって一般に知られるところとなった。計画文書によればこの作戦の実行によって得られる結果は 無謀なキューバ政府によってアメリカの安全が脅かされているという構図を作り上げ、キューバの存在が西欧社会にとって脅威となり得るという国際的なイメージを形成することとある。ノースズ作戦はアメリカ統合参謀本部によって起案され、当時のライマン・デムニッツァー統合参謀本部議長がこれに署名した。この文書ではいくつかの計画が提案されているが、そのうちの一つは、 アメリカのマイアミ周辺で共産主義者によるテロを起こすというものであった。フロリダにある他の都市やワシントンでの実行も提案されている。他にもアメリカ軍や一般市民を巻き込んだ攻撃が計画されていた。もともとこの文書はケネリィ大統領の暗殺陰謀説との関連で公開されたものであった。公式な記録は残っていないもののアメリカのケネディ大統領は この計画を却下し、署名したレブニッツァーを更迭したと伝えられている。しかし旧、11陰謀説を唱える人々の中には、アメリカ政府がこのような一般市民を巻き込むテロ計画を実際に計画していたことから、2001年に起きたアメリカ同時多発テロ事件との間に関連性を指摘する人もいる。ありがとうございます。